はい、皆さんこんにちは、スママです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ただいま私はですね、道の駅すばしりの横ですね、東名高速で御殿場で降りて138号線を、走ってきたんですけど、これからまたまた、山中湖まで行きます。はい、久しぶりの土曜日の出撃。なんかね、雲が多くなってきましたね。人と待ち合わせです。動画配信されてるね、旅てるさんという方がいらっしゃるんですが、その方と待ち合わせしております。山中湖のですね、コンビニで待ち合わせです。ただいまの時刻、9時17分。まあ、Google 先生上は9時半ぐらいには到着という形になってるんですけど、まあ、旅てるさん、ここ何日かね、キャンプをしながら走ってらっしゃるということで、で、まあ、最終日ね、今日なんですけど、まあ、この辺通るので、もしよろしければお会いしませんかっていうことだったんですよ。で、まあ、タイミング的にね、私もあったので喜んで、じゃあ迎撃させていただきますと、はい、いうことで今山中湖に向かっております。はい、到着でございます。多分早いからまだ来てないでしょう。はい、山中湖湖畔ですね。この隣がこの前コーヒー飲んだハンモックカフェなんですけど、はい、無事に合流できました。はい、旅てるさんでございます。どうもこんにちは。こんにちは。あ、旅てるさん、顔はここからモザイク、あ、モザイクじゃなかった映って大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、マスク姿と帽子かぶってる姿であるのは、はい、わかりました。旅てるさんのキャンプ仕様の、ハンターです。すごいですね。もう旅てるさんのね、映像が綺麗なんでね、俺いや、映ってました。あ、やば。やば俺顔出し NG だからいや、かっこいいっすね、ハンターね。でですね、これからちょっとパノラマ台まで移動して、ちょっとそこで記念撮影しようかなと、はい、いうことでございます。はい、じゃあ行きましょう。はい、スタートでーす。なんかね、パラパラと雨も降ってきたんですよね。そう、ということなんで、旅てるさんがハンターなんでね、で、今日は SL で来たということです。いや、モニターしてないんで、リアのバックカメラ大丈夫かな。まあ、旅てるさんとね、しばらく一緒に走りながら行こうかなと思ってます。でね、インカムちょっとつなげ方が私もよく分かってないので、すいません、会話はないです、ごめんなさい。山台はやっぱり富士山は見えなかったですね。残念ですね。はい、それでは、じゃあこれで御殿場まで、はい、降りることにいたします。
足柄峠を越えて、で万葉うどんにね、旅てるさんをお連れしようと思ったんですが、めっちゃ混んでてですねもう並んでたんで、降りてきて、大雄山のね駅の、ところにあるお蕎麦屋さんでねお蕎麦を食べて、でこれからちょっと道の駅足柄で、まあすぐ近くなんですけど、ちょっと一服させてもらおうかなと、はい、いうところですね。いや旅てるさんとねなんかいろいろとお話しさせてもらってて、もうなんかね話が尽きなくなっちゃって、そう申し訳ないですよね、なんか話が終わんなくて、もう休憩のたんびに長話になっちゃってます。まあバイクのことだったりね、 YouTube のことだったり、共通の話題があるっていうのはやっぱりいいですよね。道の駅でね、ちょっとしばらくして、旅てるさんをね、ご自宅まで帰らなきゃいけないですし、ハンターなんでね高速道路乗れないんで下道で帰られるんでね、早めのあれにしようかと思いますけど、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。たくさんご案内していただいちゃって、いえいえすいません、なんかあんまりなんか話ばっかりになっちゃって逆に動画で撮影してない時のお話の方がめちゃくちゃ楽しかったそうですねやっけんね、もうやり取りできたんで、はい、お人柄も分かりましたんで、またぜひ一緒に走りに行きましょう。こちらこそ、はい、お互い撮るというエンディングをお互い撮るというこれからいや、とんでもないです。こちらこそ、遠いところまでありがとうございます。ようこそ南足柄へ。南足柄最高ありがとうございます。そこ使いますよ。さあここで食べてるさんとお別れですね。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやいやいや、楽しかったですね。旅てるさん、ありがとうございます。本当、なんか長々といろいろと話し込んじゃいまして、いや、楽しい来た時ありがとうございました。はい。ということで今日は、旅てるさんに会いに山中湖へ行って、そして、一緒にねお話しさせていただいて少し走りましたと、はい、いう回でございます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは。